ロシア陸軍は、ロシア連邦軍における陸軍である。冷戦時代のソ連地上軍に習い、ロシア地上軍と呼ばれることもある。2016年現在、約27万人の兵力と戦車を、約2700両保有している。ソビエト連邦軍では、陸軍の軍令機関がそのまま全軍の参謀本部に発展した経緯から、陸軍自身の軍令機関が設置されなかった時代がある。 このことから、西側では、共産圏の陸軍組織を陸軍とは呼ばず、地上軍と呼び、自衛隊や韓国軍では、地上軍と呼称している。現在では、とは、陸軍と訳される場合が多い。同じ国でも時代によって、なのか、なのかが異なる。として、参謀本部の一部署に改編された。2008年、ドミートリー・メドベージェフ大統領が承認した。 ロシア連邦軍の将来の姿に従い、軍艦区軍師団連隊の4層構造から、軍艦区作戦コマンド旅団の3層構造への改編が行われ、2009年までに完了したとされていたが、2013年の戦勝記念パレードに、新タ多ン自動車化狙撃師団と、新鋭カンテミロフ化戦車師団が参加しており一部では、師団が復活している。ロシア陸軍は、 陸軍総司令部によって指揮統率される。西部軍管区の領域南部軍管区の、領域中央軍管区の領域東部軍管区の、領域ロシア陸軍は、ロシア連邦軍の6つの軍管区に区分されて配備、されていたが、軍管区は2010年までに、東部、西部、南部、中央の4個に統合された。 現在の軍艦区2010年以前の軍艦区 T-90 戦車 BMP-3 不評戦闘車 QK-720 戦意弾道ミサイルロシア陸軍の陛下は陛下、支援陛下、後方部隊、施設に分かれる。陛下とは戦闘に直接参加する、いわゆる戦闘職種である。支援陛下とは陸軍の任務遂行を保障するための陛下である。後方部隊、 施設は、全軍共通であり、ロシア連邦軍広報部が一元管理している。戦車装甲戦闘車自走対空砲不標戦闘車、装甲車不標戦闘車不標機動車多用途車、榴弾砲迫撃砲自走砲、多連装ロケットランチャー地対地ミサイル、車両地対空ミサイル、車両対砲兵レーダー電波妨害装置、無人車両無人航空機オリオン。 自動拳銃アサルトライフル狙撃銃機関銃、グレネードランチャーロケットランチャー対戦車誘導弾。ありがとうございます。